団長、未知のエネルギー波が若干強度を増しました。発信源は？この付近のようです。何もないな。エネルギー波を追ってみます。何か…これは…アンヌさん！漏洩している未知のエネルギー波はこの地点で最大強度になっています。確かに大きな反応だ。影も形もないけどな。研究所の施設は地下にあって、移動には転送を使うのかもしれません。なるほど。でもそれじゃあ機械が故障でもしたら生き埋めだろう。絶対どこかに非常用の出入り口があるはずだ。工学的な偽装をされている可能性もあるので、このエネルギー波を逆にたどってハッキングを試みます。頼む。ここは見通しが良すぎる。長時間は危険だ。見つかったか。待てよ。これが耐えられるなら耐えてみせろ。なんだ、まだか。もう少し。時間かけない。キリがない。急いでくれアンヌ。まだかかりそうですか。もう少しです。嘘を破壊。ちょっと。嘘を破壊。あそこに飛び込め。この調子。まだ強くなれる。
ロノスの獣陰生物、全部クロノスの仕業だったってこと。何なんですかこれは。断定するにはまだ情報が足りない。先へ進もう。予想はしてたって顔だな。いえ。どこまで知っているんだ。それはすみません。戦いは進歩せねばならない。違います。よく見てください。確かに違う。でもそっくりだ。どういうことですか。優先すべきはリリアの情報だ。今先を急ごう。いけるかもしれません。やってみろ。何か来る。少々応える。お楽しみのところ悪いが早くしてくれ。
勢力なら誰にも負けないんだな。だったら逃がすのか。もっと頑張ってください。皆さん、急いで私に続いてください。どうした？また罠か。リリアさんがいます。この研究所の中にですか？そうです。この下の階にいます。ブラスト！ ショットガンボルト！
けませんね。戦いは進歩しればさが近く忘れたか。リリア、この頭、女の子の髪にこんなことするなんてひどい。それでも無事でよかった。もう大丈夫だぞ。最初の頃に戻ったみたいね。こんなところに連れてこられて、監禁されて、ショックを受けてて当たり前ですよ。ゆっくりでいいから、また仲良くしようね。再会を邪魔して悪いが、ここは危険だ。すぐに脱出しよう。ちょっと待ってください。マカか。今度はミスしません。行くぞ。はい。艦長、先ほど利用した非常用の出入り口の他に、各階層ごとに転送による出入り口が設置されているようです。そうか、フィデル、その転送。
完璧に近い勝利だ。外に出られましたね。お手だ。とりあえずイーストから出るわ。なんでしょうか。彼らはリリアさんを人間として見ていないと思います。アンヌを怒らないでやってくれ。言い方は冷たかったかもしれないが、彼女がそう思ってるわけじゃない。怒ったわけじゃないです。ちょっと思いついただけだ。思いついた。君の時はリリアへの興味がなくなるんじゃないか。なるほど。彫刻は主因というのはその点のリリアさんの人。それが昇格。私たちにこんな力はいらない。私たちサンテロールへ来てくれれば、研究所には私が話をつける。サンテロールまでというと長旅になる。
一旦イーストトレクールで準備を整えて、その後サンテロールを目指そう。いいかな？賛成です。消してしまっていいんですか？いい。よいしょ。そう、ハマる。先生、それで兵団の問題は？問題ありません。負傷者の手当は？医療班が見ていますが、戦闘に支障がある者はおりません。違う、この町の負傷者だ。はい、ご命令通りに軍の医療班が見ております。先生、ご子息は？今はそれどころではない。ですが、フィデル君はよくやっています。それはよかった。要件はそれだけか？はい。さあさあ、リリアが疲れ切っていますから、早く宿に戻って休みましょう。私は別に。気づいてないだけよ。ほら、行きましょう行きましょう。
神経が高ぶってるんだろうか。ちょっと外の空気でも吸いに行こう。誰だ？こんな夜中にどうした？父さんこそ。ビクトルから聞いた。強くなったな。初めて褒めてくれたね。お前が忘れているだけだ。そんなこと、いつも叱られてばかりだった。そうだったかな。例の女の子はどうなった？まだまだどうなるかわからない。でも全力で守るさ。お前が人を守りたいというとはな。親になってみればわかる。子供を守りたいと思うのは決して親だからじゃない。大人になれば自然に思うことだったんだと。お前も本当の一人前の男になったんだな。様子がおかしい。すぐにビクトルの元に行って偵察に出るように言え。お前も仲間たちと合流し万が一に備えるんだ。いいな？わかった。ビクトルさん、父さんが偵察に行ってほしいって。偵察？先生が部下たちと合流して偵察に出る。これは何か。シデルニー、クロノスじゃないだろうな。敵襲！行くぞ。飛んできた火の粉を払わないとな。
間ならわかるまで。これに戦争を続けられる。勝手に自由しないのです。わかっているはずだ。ここから先は消耗戦でしかない。止まったらいい。お前クロノスが探していた娘だな。近づくな。近づいたらこいつの命はないものと思えよ。父さん、近づくなって言ったろ。おかしな真似はするなよ。こいつは交渉材料だ。いただいていく。私構うな。さんは黙ってる。さて最初の条件だ。そうだな、今夜中にこの町から出て行ってもらうか。あとはおいおい考えてやる。楽しみに待ってろ。私がリリアをしっかり見てなかったせいでごめんなさい。すぐに救出に行こう。しかしその動きが敵にバレたら。だからすぐ動くんだ。奴らがどこに行ったのか分かるのか。北西にある処刑所跡地を宿営代わりに使っている。えらく物騒なところを選んでるな。昔トレクールが犯罪者を処刑するのに使用していた施設ですわ。今は放棄されているはず。よし行こう。私も堂々させてほしい。隊長なら自分たちも。正式な命令がない以上これは軍令違反だ。そのようなことをお前たちにさせるわけにはいかない。ですが。これは命令だ。了解です。必ず軍事顧問を助けてきてください。ご武運を。行こうビクトル。これから行くのはレスリア軍のオークヴィル大尉じゃなく僕の弟でして仲間のビクトルだろ。ああそうだな。よろしく頼むぞ兄弟子。絶対助けよう。よし行くぞ。Thank you.